ABC 交通情報。時刻は7時49分です。それではここで ABC 交通情報です。交通情報センターの武藤よし子さん、お願いします。はい、お伝えします。門真市内の国道163号線が火災のため一部通行止めになっています。国道163号線は付近の工場の火災のため、門真市の内越交差点と門真団地北入口交差点の間の両方向が通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。代わって阪神高速道路の状況です。14号松原線は松原方面に向かう南行きの天王寺の先で事故のため2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。近畿道は吹田方面からの南行きの長原インター付近で乗用車とトラックの事故のため3キロの渋滞です。名神高速道路は八日市インターと一宮インターの間で集中工事のため、名古屋方面に向かう上りは一宮インター付近で7キロの渋滞です。以上、道路交通情報でした。ありがとうございました。次の交通情報は8時12分頃です。お知らせの後はサクスポのコーナーです。